ストリングホッパーは、主に米粉から作られる南インドの伝統的麺料理である。インドのケイララ州、タミル・ナード州、それにカルナータカ州の沿岸地域の料理であり、また隣国スリランカでも広く食されている。名前の一つイディアパムは、タミル語の意地とアパームから派生している。ストリングホッパーは米粉、または四国ビエコ、それにしようと、水から作られる。 小麦の全粒粉を加えると茶色みを帯びる。一般的には、ジャガイモや卵、魚や肉のカレーとココナッツチャツネと一緒に朝食や夕食の主菜として食される。スリランカとケイララ州のマラバール地方では甘いココナッツミルクと合わせた形でも提供される。基本的に昼食としては食されない。スリランカではストリングホッパーでピラウを作ることもある。 メディアを再生するストリングホッパーの製麺米粉、または小麦粉を湯と混ぜ、好みでギーを加え、味付けに塩を加える。均質な生地に練り上げ、ストリングホッパー製ケーキか、ふるいに生地を詰め、麺をバナナの葉の上や、直接、いドり蒸し器へと押し出す。好みですりおろしたココナッツを、少量加え、5分から10分蒸して出来上がり。ありがとうございます。